ゆたせなです。ボンジュー、ボンジュー。というわけでゆたせないパリ、というわけで今日はパリ観光1日目ということで、はい、この格好を見ればわかるかなと思うんですけれども、ゆたせなが大好きなエミリー・イン・パリスのロケ地巡りですよ。イエーイ。でこちらセイナ・イン・パリス、ネイルもしてもらったの。すごいよね。すごくない？これもね、見せながら。エミリー・イン・パリスのロケ地巡りをしたり、あとカフェ行ったりとか、うん、モールがあるんだっけ？そう、ショッピングモールもあって、うん、結構そこにはもう何でもありそうな。うん、あの日本からなくなったベルシカとか、クリアーズとか。クッションのお店。そう、H&M とかザラとかもあるらしい。最高だね。最高です。そういうのをちょっと回りつつ、まあ1日目の観光なんでね、はい、ちょっとパリの空気を。空気を感じながら皆さんにもお見せしていきたいと思います。はい、それではいただきます。ソソということで、今はですね、リクセンブルク公園、エミリーがジョギングしてた場所らしい。そう、すごいなんか秋って感じなんですけど、今は、ね、広いね。広いですよ、公園も。ジョギングしなきゃ。なんかもうさ、うん、街がさ、うん、本当に全部さ可愛いから。そうね、なんかヘルトとかそういうのがなくてもパリ。確かにめっちゃパリ。結構でも歩いてる人たちもさ、うん、みんなおしゃれだね。おしゃれ、楽しい。だからファッション見るの。確かに、お勉強。ワンちゃんも可愛いのよ。いっぱいいるんだよね。ボンジュー。ボンジュー。昨日は俺ら割と早く寝て、結構寝たね。そう、12時、12時までにはしっかり寝て、でもせいちゃん5時には目覚めちゃった。そう、だからまあ時差ボケは結構1日で直せた気がする。治るから規則正しいじゃん。眠くなっちゃいそう、せいちゃん。だからそれはお昼寝していいから。かわいい。いいね。わーお。すごいね、可愛すぎる。めっちゃ可愛いんだけど。超可愛い。キャジョギングしなくていいんですか？します。さっきさ、こっちの多分なんだ、遠足、あのこっちで、うん、多分小学校の合間、あそこにいる人たちみたいに、そう、あれはちょっと大きい人たちなんですけど、ちょうどさっき3歳から5歳ぐらいのなんか修学旅行みたいな集団が、そう、ツインテールの子がいたんだけど、せいちゃんを目の前の瞬間に、もうせいちゃん目の前の瞬間にいました。わーお。それまで走ってたんだけど、せいちゃん見た瞬間、わーお。本当にね、で一目惚れしてた。で、なんか隣の友達と、あ、見てみたいな感じで言われて、どっちなんでしょうか。いや、さすがに可愛すぎて、変な人がいるなのか。いや、あれはもう目が輝いてたよ。本当？うん、よかったね。でもあの子、その子可愛かった、めっちゃ。確かにその子も、ね、その子で可愛かった。ミッキーヘアだったよ。お、ここか。もうそこがガブリエルのお店ですよ。やば、そのね、なんか内装とかは結構変えたらしいんだけど、あ、でここだよ。そう、これパン屋さん、エミリーの。はぁ、じゃじゃーん。うわ、やば。来ちゃったよ、ついに。みんなやっぱ撮ってるよ、あそこで。お誕生日パーティーの場所です。嬉しいね。ちょうどしかもシーズン4を見た直後だから。エミリーの恋したパンオショコラ、いただきます。大きいね、やっぱ。うん、美味しい。めっ
っちゃ美味しい。最高。パンの生地もめっちゃ違う。全然違う、うん、味がめっちゃしっかりついてる。あ、そうなんだ。チョコレートも最高。最高は食べたい。みちゃんにもあるかね。最高。イエーイ。どうですか、パリ歩いてみて。可愛すぎて大変。せいちゃんずっとキョロキョロしてるもんね。そう、気をつけなね。足が最高。カジモドです。ノートルダム大聖堂です。カジモド。パリはいっぱいね、ディズニー作品にあの舞台になった場所があるので。でっかいね、こう見ると。確かに、なんか伝わるかな。でかい、めっちゃでかい。あの鐘を鳴らしてたんだね。すごいな。ということで、かれこれ30分ぐらい歩きまして。なんかさ、日本じゃないからさ、歩けるんだよね、全然。ずっと楽しかったね。ここがダイエットできた、うん、というわけで、ここがなんと巨大ショッピングモールということで。めっちゃでかそうだよ。あの、なんでもあるんですよ。セフォラがあるね。セフォラもあるし、H&M もあるし、ザラもあるし、ベルシカもあるよ。セフォラはね、アリアナちゃんも、うん、ニュービューティーっていうのがパリてかヨーロッパ、はいはいはい、セフォラしかないの。あ、そうなんだ。アメリカにもなかったじゃん。なかった。だから買いたいわけ。行きましょう。じゃあちょっとでもお腹空きましたので、はい、ちょっと何か食べさせてもらっていいですかね。先に何か食べる。先に食べる。じゃあちょっと行こうか。ちょっとお腹空きすぎてマック来ました。マックさん。ああ、マザーフェイバーフライス。これ美味しそうじゃない。確かに、なんか味ついてるやつやな、うん、チーズバーガーこれにしようかな、ちっちゃいの。あ、いいじゃん。日本語対応しててありがたい。エクストラチーズ、いや、大丈夫ね。あ大丈夫ならそのまま。いらないんだね。そう、確定でいい。はい、なんと、パリのこういうモール系のトイレもですね、お金がかかります。まあ、大体160円ぐらい1人。レストランとかは多分無料で行けるんだよね、うんうん、変な感じだよね、トイレにお金払うなんて。日本はありがとうね。綺麗だし、ね、セフォラです。ケイちゃんの吸い込まれる。そうだね、ここのショッピングモールも俺らの好きなものが全部あるから楽しすぎる、ね、そしてもう海外ガールがたくさん。めっちゃみんな可愛くておしゃれな海外ガールいっぱい、ね、さっき言ったマックです。さっき言ったマック、パリス。私はね、うん、ほぼ一緒だったね。ナゲットのバーベキューソースが美味しかった。ということで、ベルシカ着きました。ちょっとベルシカ行きます。それからね、お久しぶりです。爆買いスイッチ入っちゃった。25ユーロ5000円、まあ、4500円とかかな。いいよ、まだ迷ってる。一旦持っとく。今はどこいるんですか。ここはセフォラとはまた違うコスメ屋さん、はい、そうです。昔々原宿の東急プラザだっけな、そこら辺にあったんだよね。だが今はないので。そして今はビートルジュース、ビートルジュースとコラボしてます。お土産にも買おうかなと思って。日本に帰ってきました。
ここがサヌキ屋。サヌキ屋っていう、うん、あのおうどん。おうどんのお店で結構評価も高くて、日本人の方がやってらっしゃるんでね。うん。安心しました。ね、安心しました。いい匂い、うどんの。確かに。やっぱ和食食べたくなるよね。食べたくなっちゃう。パンもね。うん。でも結構パリって日本食のお店が多いらしいね。めっちゃ多い気がする。おうどんが来たわ。しかも見て、フランスで諦めてた梅干しが食べれるなんて。美味しそう。せいちゃんからしたら最高だよ。最高の贅沢。梅干し成人だからね、うん、いただきます。うん、美味しいよね、うん、美味しい。お出汁がね、最高。晴れてきました。皆さん今6時ですよね、今6時。お昼、こっちはね、日が長いの。8時ぐらいまで今明るいよね。七味、うん。やっぱ日本食って美味しいよね。食ってさ、食べたくなるよね。うん、胃に優しい。下は前振りなので。あんまりむくまないようにしないとね。ちょっとヘルシーだ。いかがですか？これがね、ゆず豚汁うどん。ゆず風味。美味しい。ちょっともらったけどめっちゃ美味しかった。本当にほんのりだよね。うん、ほんじりにほんのり。うん、じゃあ定食なんか食べたっけ。この卵焼きがね、めっちゃ美味しい。食べたい。食べる。うん、めっちゃね、出汁も効いてて美味しい。うん、うまいね、卵焼きが。最高です。うん、白鳥マウンテン。何分待ち？35分待ち。普通で草。本日はですね、パリ3日目？日にち的にはもう4日目？着いた日も合わせたら4日目。え？3日目か。1、2、3、4日目だ。Oh my gosh！ というわけで、着いた日も合わせて4日目なんですけど、4日目の朝でございます。昨日は、ゆたせな前撮りをね、みんなにもお伝えした通り前撮りをしてきまして、はい、本当に一日中いろんなパリの名所を回って素敵な写真を本当に撮っていただいたので、みんなにお見せするのがすごく楽しみでございます。インスタにね、上がると思いますので、ぜひフォローお願いいたします。楽しみにしててね。とっても最高な撮影だった。本当にインスタにも載せるんですけど、ミューズの皆さんと一緒に撮影をさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に素敵だった。夢を叶えてくださりました。というわけで、今日は何をするかと言いますと、今までね、ちょっとまだカフェとかパリっぽいそういうなんかお店をね、回れてなかったので、ちょっとそういうお店を回ったりとか、まあ観光名所もちょっと行きたいなと思いますので。そしてね、今日ここのねホテルが最後なの。Oh my god、 寂しい。ちょっと汚いんですけど、こちらから味噌汁飲んでる。やめて。こちらのホテルは最高でした。とってもまた来たらここに泊まりたいなと思うくらい素敵だったね。今日のホテルはしかも素晴らしいんだから。なんとマジでやばいくらいね。東京タワーから。ここはどこ。あ、パリでした。もうね、次のホテルも楽しみなんですけど、とにかく今からちょっと外出したいと思います。外出とか言うんじゃないの。なんで君の分際で。外出は普通だろうよ。ということで、今ホテルにお荷物を預けたので、はい、ちょっと朝ごはんに行きたいと思います。今から行くのは、せいちゃんがとっても行きたかった、はい、カフェドフロールというカフェ行きたいと思います。ここはエミリーでも出てきたんですか。そう、エミリーにも出てきたし、いろんなね、パリのパリジェンヌたちが、はいはいはい、
行ったりしてパシャパシャインスタに載せてたのですごく行きたかったお店なの。楽しみ。今日はカフェ巡りとか、うん、パリのお店巡り、そうだね、とかもろもろしたいと思いますので、ついてきてね。パリを皆さんにもお届けします。お届けします。本当にね、こうやって歩いてるだけで最高よ。おしゃれだし、こういうテラスのお店が多いんだよね。ということで、せいちゃんは今日は何ファッションですか？初日がエミリーコールだったので、はい、本日は誰だと思いますか？これはもうエミリー好きな人はすぐわかるでしょう。カミーカミー、まあ、髪色的にはせいちゃんカミーユーカミーユーだから、ファッションも意外とせいちゃんカミーユーが一番好きなの。確かにかっこいいよね。しかもかっこいいし、なんかパリの女の子のさ服装だからね、ウィーウィーしたコーデしてみました。とっても可愛いです。カミーユーにせいちゃんエキスをパラパラっと入れて粉パウダーをかけまして粉パウダーをかけます。お、ちょっとジムあるからせいちゃん行ってきても。すごい、パリのジムだもうでも本当に俺このパリのためにダイエットからの筋トレをしてたので、前撮りが終わったからもうやばいね。ちゃんちょっともうね、爆食、またリバウンドして。いや、さすがにね、パンパンちゃんに戻るの。いや、もっとムキムキになるために頑張りますせいちゃんがちょっとね、個人的にはよ、はい、自分的にはちょっと痩せ、まだまだいけた、まだいけた、もっと痩せれた、もっと痩せれたって思ってるので。大丈夫で、まあ今回は前撮りということでね、ウェディングまでは、はい、もっともっと頑張って可愛くなりたいと思います。じゃあちょっと一旦あのカフェまで歩いてきます。せいちゃんがいました、せいちゃんがいました、せいちゃんが行っちゃった。後ろに何か乗してる、後ろに何か乗してる、かわいいかわいい。せいちゃんがホットチョコレート、これがマジで最高よめちゃくちゃ美味しいの。しかもこの生クリームぐちゃんと入れて、すごいね、生クリーム混ぜて、最高、何杯でも飲めちゃう美味しすぎる。こんなにあるからね。確かにめっちゃ飲める、たっぷりよ。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさま、とっても美味しかったけど、ね、ああいうカフェでですね、はい、大体70ユーロぐらいしましたので、まあ、結構高級ですね。そう、まあ、1万2000円ぐらいの高級なカフェということで、はい、これはでもパリでは当たり前ですね。しかも今円安なんでね、そうそうそう、ちょっと倍ぐらいしちゃうぐらいな感じなんですけど、 でも本当に美味しかったの。いや、良かったね。これぞフレンチっていうか、もうこれぞパリのテラスで食べる、確かに、ものかと。パリを感じられました。感じられました。ということで、今からちょっとショッピングに行きたいと思います。まずはせいちゃんの行きたい香水のお店。そう、パリといえば香水ですよ。行ってきます。到着しました。多分フラグナー、フラグナー、わかんない読み方が見てみましょう。もういい匂いする。あ、もういい匂いする。めちゃくちゃいい匂いのをゲットしました。気に入りましたか？気に入りです。しかもあのこのお店はですね、はい、日本の方がいらっしゃいました。日本の店員さんがいらっしゃいまして、はい、すごくご丁寧に教えてくれてね、日本語で教えてくれたので買いやすかった、めちゃくちゃ買いやすかったです。
日本にはなさそうな匂いというか、確かにすごいパリらしい香りの買いました。よかったね。よかったです。しかもオードパルファムが欲しかったの。長続きするやつが、ね、そう、ちょっと長続きするやつが。これはうちはもう気に入ってくれました。だからたまに借ります。次はどこに行きますか。次はせいちゃんのセフォラじゃない。セフォラ行っていいな。セフォラよ、行って。まだね、アリアナちゃんのレモンビューティーに出会えてないの。結構ね、セフォラによって置いてるそのあれが違うから。でもシャンゼリゼ通りのめっちゃ大きいところに多分あるので、じゃあ行ってみますか。いいな、マジで。見て、ワンちゃんやん、ボンジュー。ボンジュー大好きだよ。こちらに見えますのは、ちょっと見えず、木で見えづらいんですけど、歯の有名な、はい、道後美術館でございます。で、ここがもうセーヌ川です。ちょっとね、色は汚いんですけど、セーヌ川ってさ、茶色いね。めっちゃ茶色い。まだね、中には入ってないんですけど、はい、セーちゃん的にはオルセー美術館の方が行きたい。へぇ、ブレアが行ったから。あ、そうなんだ。まあでもここはモナリザとかありますから。そう、有名なね。はい、オルセー美術館でルイーンに出会ったんだよ。ああ、そこか。あの、靴預けてね。そう、私を見つけて。ブレアにしかできないことです。セーちゃんやって。あ、誰にやるんだろう、せいちゃん、パリで。せいちゃんがなんと大好きなレミーのポスターがありました。ちょっと見て、かわいい。ララランドもある。ねえ、ちゃん、これリュックに入ったりする。リュックには入らないけどね。このさ、ボーグのとか、かわいい。それいくらなんだろう。うわ、プリティウモンだ。欲しいかも。あ、この人かっこいいよね。そう、リチャードギア。あ、リチャードギアとジュリアロバーツ。プリティウーマン大好きよ。でもちょっとレ…ラーメン、ちょっと恐ろしいかも。なんかさ、AI で作ったやつ。絶対これは違うね。お買い物できましたか。はい、お洋服ではないんだけど、はい、ちょっと出会ったものがありましたので後でご紹介します。はい、よかったね。可愛くない、このバッグ。可愛い、ね、トートバッグじゃん。もう結構あのパリでは有名な、インスタ100万人いるもん。そうそう、ブーティックでございます。ブーティック、めっちゃ可愛かった。可愛かったね。ちょっとお値段は高めだけど、でも質が良さそうな感じ、はい、でした。じゃあシフォラ行こっか、しーちゃん。うん、いいの。いいよ。ということでセフォラに着きました。並んでるんですけど。いや、本当にもしかしたら世界最大みたいな感じなのかな。いや、世界最大はないんじゃない。あ、それはない。わかんないけど。ヨーロッパ最大かも。あ、かもね。ということで、はい、せいちゃん丸坊や、買い物終了。欲しいもの買いましたか。買いました。よかったね。アリアナちゃんありました。よかったよかった。せいちゃんのお顔大丈夫かな。せいちゃんお顔なんかいろいろね、なんかお絵描きされたの。お絵描きされてたね。てか今日さ、うん、土曜日なんですけど。そうなの。見てください、この人の量。めっちゃ人多い。ここはあの有名なシャンゼリゼ通りで。そういうこと。結構もういろんなブランドがあるね。ブランドブランドブランド。ほら、ザラとかもあるし。スナックあるよ、じゃん。 あ、家電系ね。小島、パリの小島。海外の人からしたらさ、うん、メイクの話ね。うん、涙袋っていう文化がないわけ。涙袋がないんだ。そう、だからコンシーラーを買ったんだけど、ちょっと試したいみたいな感じで言ったら、ここにね、つけてくれたんだけど。涙袋を全部消されたわけ。せいちゃんの涙袋、バイバイ。多分クマ、その涙袋の影とか描くじゃん、日本人。うん、クマだと思うんだよね、多分。なるほどね。だからなんかやばかったらごめんね。面白いね。面白いね。ザラ行こう。ちょっと行こうかな。ちょっとザラ行きます。はい。すっげえキラー吹いてる。どうかしら。
パリのお皿はキラキラ祭りだね。キラキラがマジで悪い。どうせちゃん最高、あれがエッフェル塔だよ。マジでレミーね。え、しかも今日本当に晴れてくれてさ、ね、ちょうど今夕焼けとね、じゃラメかい、今じゃラメかい、夢を見るならパリが一番じゃないか。レミーよ、レミーですよ、どこにいるわけよ。レミーが最高、レミーを見てるわ。最高だね、これが見えるなんて。ボンソワー。ボンソワー。というわけで、はい、パリ市内の最終日のホテル、はい、今回はちょっと奮発しまして、そうですね、エッフェル塔が見えちゃうようなお見えになるホテルを選びまして、はい、しかもこの部屋も一番見えるところ、エッフェル塔が見える部屋ということで、そういうこと、はい、来ましたよ。お願いします。ちょっと高かったけどね。そうだね。でもさ、プレハネムーン、前撮り、前撮り、ハネムーンだから。そうね。うん、おお、広いね。2ベッド。はい。そして。じゃじゃーん。ちょっとやばくない？これ本当にやばいね。皆さん見えづらいと思うんですけど、はい、あのエッフェル塔がですね、うん、なんか著作権の有無、うん、で、あのインスタとかその個人の SNS は OK なんだけど、うん、YouTube も多分 OK なんだけど、まあ、グレーゾーンかもしれないということで、そうね、調べた感じ分かんないから、うん、一旦ちょっとカーテンでモザイクみたいな感じにレースカーテンモザイクで、そう、ごめんなさいなっちゃってるんですけど、はい、インスタにね上げてますのでチェックしてください。そして、はい、こんな感じのお部屋で、ここすごくない？これなんかすごいね、アートなお風呂の扉がありまして、はい、こちらがめっちゃ広いの。おー、広いね。しかもせちゃんが好きな大理石のお風呂場よ。確かに素敵ね。これは入るしかない。広い、2人で余裕で入れるじゃん。そうだよ、めっちゃ広いんだよ。めっちゃ広いね。お水場が最高なの。確かに。でじゃないよ。ホテル選ぶ上で、うん、結構この浴槽、はいはい、スタブがあるのがあの条件だったの、せいちゃん的に、はい、だから今回のこっちのホテルもここは多分全部の部屋ある。あ、そうなんだ、うん、でも結構パリってさ、うん、狭いホテルが多いからさ、そうね、シャワールームだっけ、うん、みたいなのしかないとことか、確かにもうシャワーとトイレともう全部コンパクトにギュッてなってる、うん、のとかしかなくて結構探しました。ありがとうございます。さあ、王様、今回も王様のお席があるということで、パリの王様、パリジェンヌのクイーンよ。ナポレオン、私はセイポリオン、最高、最高だね。1日しか泊まれないなんてね。えでも本当に高いので1日しか無理です。しかもまあ今円安が重なってね。でも1回はもしパリに旅行来て、うん、なんかまあ特別なね、うん、あの旅行でハネムーンとかさ、うん、1日だけでもいいから、うん、こういうなんか素敵なホテルに泊まった方がいいよね。思い出になるしね。そう、思い出になるし後悔のないように、はい、っていう感じでございます。イエーイ。今からはちょっとこのホテルでゆっくり一旦して、うん、もう一回ちょっと夜ご飯とか繰り出せるところがあったら、はい、繰り出したいと思います。思います。ちゃんがお腹すいた、お腹すいた、うるさいからね。うん、本当にお腹すいた。ちゃんと食べる。肝かっこいいですよ。いいよ。今回うちゃんのスタイルはジャケットなんだよね、ずっと。そう、パリはもうやっぱジャケットがさ、うん、男の人はいいよね。前撮りの時もさ
せいちゃんはドレスをね、まあ、自分が着たかったからなんだけど3着ぐらい着替えたんですけど、はい、ジャーマルボーヤはなんかさ、ジャケット変えてるだけだったよね。でもさ、髪型も一緒だしよ。いいじゃん、ジャケットが決まるパリですよ。ポニーテールとかさ、ツインテールとか変えろよ。いや、ポニーテールツインテールやばいだろ。お侍さんになっちゃう。いいじゃん。あ、こういう感じで寝ないよ。したマジで寝ないよ。やばい、待って、あの本当にやばいって。あれなんですよ、今回俺らメトロを1回しか使ってなく。そうなのよ、もうパリ市内なんか全部歩いてるんですね俺ら。結構やばいよね、本気で。本当に歩いてるだけで楽しいから。そうなのよ、30分も歩けるんですけど、うん、本当に俺ら毎日2万歩やら。だからホテルに着いてさ、うん、なんかドワーンってくるよね。気絶する、気絶するよね。東京とかだとさ、うん、景色がやっぱなんか変わんなかったりっていうかさ、そうね、なんか飽きちゃったりするけど、パリはもうどこも可愛いから。楽しすぎてね、写真撮りながらさ歩けちゃうよね。歩けちゃうから、ゆっくりしようね。ゆっくりしようね。おやすみなさい。みよ、明日からディズニー。いただきます。夜のレストランに来ました。レパリスモンテなんとか、モンテパレステって超美味しそうね。本当はね、ブイヨンなんとかっていうエミリーにも出てきた、なんか結構本当美味しいって有名なね場所に行きたかったんですよ。はい、ただ今日土曜日ってこともあり、聞き込みで、聞き込みだったね。まだ閉店時間じゃなかったけど、もうラインカットされちゃってね、はい、マジでだから泣く泣くを探してたどり着きました。でも結構良くないここ。うん、絶対いい。店内も広いし、ん、美味しいマカロニみたいなやつ、なんだっけそれ、カネロニ、カネロ、カネロニ、パスタも好きっすらしい、マカロニのやつめっちゃ美味しそう、ラザニアみたいな。ああ確かに美味しいんだけど。美味しい、やばい、やばい、よかったね。晴れてきました。ということでカレットに来ました。行きたかったんですけど、はい、ここはどんなおカフェなんですか。ここはもう歴史のあるカフェで、クロワッサンとか、クロワッサンとか美味しいんですよ。楽しみ。じゃじゃーん、クリームです。すっごいクリーム。このホットチョコレートがさ、飲めるならパリに住みたい。パリのホットチョコレートめっちゃ美味しいよね。マジで美味しいの。アマ島の人にはもう最高な。どうですか、最高。めっちゃ美味しい。こっちは、最初に言ったのカフェドフロール、濃厚。あ、濃厚なんだ。カフェドフロールもめっちゃ美味しかった。甘かったんですよ、カフェドフロール。激甘だったね。美味しい。でもどっちも好き。そして食事はクロワッサンとパンオショコラとスクランブルエッグ。美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しそう。ボナペティ。ボナペティ。今朝9時ぐらい、9時半、10時ぐらいか。今結構もうみんな早起きで人がいっぱいです。じゃあまずこれ食べてもいい。いいよ。クロワッサン食べる。はい。でかいの。でかい。せいちゃんの顔ぐらいある。うん、美味しい。うん、バターもついてて美味しい。本当にこっちのパン美味しいよね。うん、生地が。どうぞ。美味しそう。美味しい。ふわふわ。こんなカフェがいっぱいある。幸せすぎる。もう本当に映えなカフェしかないし。美味しいし。じゃあちょっと食べます。